エドワード・オールビーエドワード・オールビーは、アメリカの劇作家。ワシントン DC 生まれ。日本では映画化作品公開時に誤って、エドワード・アルビーと紹介されたこともある。生後2週間で、ニューヨーク州ウエスト・チェスター軍に養子に出される。洋歌は、ボードビル劇場のチェーン店を経営する裕福な家で、このため、幼い頃から演劇に親しんでいた。 中学時代に山幕物の演唱劇を書いて、学校中を驚かせたこともあるという、いくつかの高校を転々とした後、コロンビア大学に進学。1958年、動物園物語で劇作家としてデビュー。代表作、バージニアウルフなんか、怖くないでは受賞を逃したが、その後、デリケートバランス、海の風景、三人の背の高い女でサンド、 ピューリッツァー賞を受賞している。彼の作劇法は、意識の中に登場人物が現れるのを待ち、彼らに自由に語らせた上でその言葉を吟味し、準備ができたと判断した段階で一気に書き出すという、もので、従来の因果率に基づくプロットに縛られない、新しいリアリズムを提示した。エドワード・オールビーさん史教イコール、ピューリッツァー賞の米劇作家、時事通信 http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュアーティクル k コール2兆160億9170万161 and g コール i n p 2016年9月17日閲覧エドワードアルビーエドワードアルビー一なるみしろう役早川演劇文庫2006年303から304ページ ありがとうございます。